今回はしばしば先駆的なトランスパーソナル心理学者であると言われるイタリアの精神科医ロベルト・アサジオリが1910年代に体系化した理論であるサイコシンセシスについてお話ししたいと思います。サイコシンセシスは宗教と科学の統合とも言われ、従来の精神医学が扱わなかったスピリチュアリティや主観的体験を重視していますが、それらを人間科学の対象としたことは画期的であり、サイコシンセシスの重要な意義であると言えます。アサジオリは、私たちの真の自己は素晴らしい可能性を持った存在で、互いに深いところでつながった同胞であると捉える一方で、現実を直視し、精神分析の無意識のエネルギーの視点を取り入れ、ホリスティック、全人的な人間観を提唱しています。サイコシンセシスはかつて精神統合、今日では統合心理学などと呼ばれ、真の自己につながり、他者と調和が取れ、本来のホリスティックな在り方へと統合していくプロセスであると言えます。そして平松園絵は、サイコシンセシスの人間観や自己実現への統合プロセスの背景となる次のような3つの特徴を読み取ることができると述べています。まず一つは、私たちの根源は普遍の一なるものであり、それは見えない世界にあると言います。現実の世界における目に見えるすべてのものは、見えない世界の根源が個として現れたもので、私たちの存在の本質である真の自己は、マクロコスモス、大宇宙の真理が個の形をとって現れたミクロコスモス、小宇宙であるということになります。二つ目に、見える世界では私たちはバラバラの個人であり、互いにつながってはいませんが、真の自己につながれば他者とも互いに同胞としてつながることができ、これが私たちの本来のホリスティックなあるべき姿であると言われます。そして三つ目として、見える世界での対立や葛藤と同時に、私たちには互いにつながり、普遍的な命の原理に沿った全体への統合に向かう潜在的な気球があるということです。アサジオリはサイコシンセシスの理論と技法を地図と道具の形で提供しており、サイコシンセシスのホリスティックな人間観を表す最も基本的な地図はランケー図形と呼ばれます。この地図は、自分だと思っている自分はごく一部であり、広大な無意識の世界を持っていることを示しています。アサジオリは精神分析を学んでいますが、それでは期待が十分に満たされず、ジークムント・フロイトに満足できなかったこともあり、意識、無意識、真の自己など細かくは7つの要素から捉えています。ここではそれらについて簡単に見ていきたいと思います。まず、皆無意識と呼ばれる領域です。この領域には身体的生命を方向づける基本的な心理的活動、身体的機能における賢明な調整の働き、情動、衝動で充電された多くの観念複合体、過当な夢や空想、解の制御されない超心理学過程、様々な病的症状の発現などが含まれ、自己実現していくことを妨げる否定的な要素のルーツと言われます。続いて、注意無意識と呼ばれる領域ですが、この部分は覚醒状態にある意識領域における心理的要素と類似した構成要素から成り立ち、移行も容易であると言われます。意識と無意識の双方向への仲立ちをするところであるとも言われます。そして、上位無意識、あるいは超意識、トランスパーソナルの領域と呼ばれる領域についてです。この領域には、高次の直感やインスピレーションの数々、哲学的、科学的、あるいは芸術的な特性や創造性、英雄的行動への衝動、利他的な愛などの高次の感情、添付の際、感想や啓示、恍惚状態などの源泉であると言われます。心には低い無意識だけでなく、
このような秘められた領域があることを明らかにし、理論化し、体験し、パーソナリティへ統合していく様々な技法を開発しているところもサイコシンセシスの特徴と言えます。続いて意識の領野と呼ばれる部分ですが、ここは厳密とは言い難いものの、私たちが自らの人格の中で直接気づいている部分を表します。そして意識の中心のセルフ、あるいは私は、意識領域における可変的内容、感覚、思考、感情などとは別個の存在であり、意識の中心やパーソナルセルフと呼ばれます。朝地よりは両者の違いをスクリーン上の部分とその部分に映し出される様々な画像との違いに例えることができるとしています。意識の中心のセルフの再現は、その裏に、あるいは情報に存在する永久的な中心、真実のセルフであるトランスパーソナルセルフのために起こるのではないかという仮定が導かれることを述べています。トランスパーソナルセルフはサイコシンセシスの捉える自己の本質、真の自己、真のアイデンティティであり、半分が卵形図形の外の集合無意識、あるいは他者の存在する世界に出ていて、残りの半分が卵形図形の内に位置しています。意識の中心のセルフとトランスパーソナルセルフが点線でつながっているのは、意識の中心のセルフがトランスパーソナルセルフを現実のパーソナリティレベルに投影し、現実に実現しうる代行的役割を持つことを示しています。このような意識の中心のセルフとトランスパーソナルセルフの関係については、パーソナリティという乗り物と呼ばれる地図がよく表しています。また卵形図形の外側は他者とも共有する集合無意識の世界であり、カール・グスタフ・ユングの集合的無意識の考え方とも類似しますが、朝地よりはユングの定義が不明確である点と、いわゆる人類の過去の集合的無意識と未来の集合的無意識の区別がされていない点を批判しています。朝地よりは自己と意志の関係に気づくことも大切であると言い、心理の諸機能について知ることも大切であると言いますが、意識を心理の諸機能の面から捉えたスターダイアグラムという地図も提供しています。この地図は心の中で想像、感情、情動、感覚、衝動、欲求、思考、直感といったいろいろな心理機能が働き、あるいはお互いの刺激により私たちに影響を与えることを示していると言えます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。